来たんだな。俺とうとう中国来たんだな。もうこれから先はもう本当全部中国なんだな。僕注意僕しあちも好やおお、無理だな。長江、その源流は遠くチベットのゴラタントンの氷河というのが定説である。全長6380キロメートル、東シナ海に注ぐ河口の幅は90キロメートルと言われ、川という常識をはるかに超えている。上海を起点に長江を遡る汽船は東方航の名称で呼ばれている。
長江は赤くよどんでいる。上流から運んだ膨大な土砂が含まれているからである。この赤い流れは海に流出してもしばらくは海の青さに交わろうとしない。上海から西へ延々と遡る約330キロメートル。その流域面積約5万平方キロメートルの陸地は、長江が運んだ土砂が堆積されてできたもので、河川、用水路が蜘蛛の巣のように張り巡らされている。この水郷地帯は、長江デルタと呼ばれている。水上生活者の多くは運搬に従事する人たちで、船に生まれ船に住み船で働き船で一生を終わる川の民である。歌を探してるんです。で、あの 船で生活してる人たちが歌うような歌をご存知だったら歌って聞かせてください。那么我不会，不会，那一旦不行了，不行。我这不是车，不是车，是标准的。他のね、地方から来たものです。あの地元の人じゃないみたいですね。到这边来一点。一问呐，一是耳病的吧？一耳病能晓得吧？哎，一问呀，问农啊，晓得不晓得？以前渔民打鱼的人，会唱一些号子，劳动号子，会的唱不会？
太古は中国五大淡水湖の一つだが、水産物の豊かさではこの湖に比べるものはない。ここで有名な銀魚漁とは、帆船による独特な引き網の漁法で、銀魚とはシラウオのことである。無尺一帯の田園はこの地方での米作りの中心地である。お米か。そういえば日本のお米ってどっからどういうふうに渡ってきたんだろう。そんなこと今まで真剣に考えたことなかったな。6000年前って言えば、その頃日本じゃ何してたんかしら。せいぜい石の斧かなんかでキャホキャホ言ってイノシシかなんか追っかけ回したんだな。今まで日本にお米が伝わったのは2000年ぐらい前で、しかも南方から島伝いにやってきたの喫茶。これひょっとして意外にこの辺りから長江伝いに海渡って直接伝わったことだって考えられなくもないな。鎮江は人口30万人の水郷都市である。ここには三国志ゆかりの甘露寺がある。三国志は今から2000年前、五漢王朝の末期、天下平定を望む魏、呉、蜀の三国の英雄智将忠臣、あるいは関心に彩られた波乱攻防の歴史物語である。
合戦の部隊は広く長江流域に散在している。中国の伝統演劇の京劇にはこの歴史書にのっとった演題が多い。若い人行かないんですよ。だけどやはり ね、あのこれは知識の問題でしょうね。知識の問題とか、それとあと好き嫌いもありますから、ね、それも興味の問題もありますけどね。そうですよ、ね、もったいないね。もったいないですよ。これは私がねずっと中国のね文化財だと思って、京劇ね。ね、京劇と三国志でしょ。こういう優れている作品はですね、今はですね、文学のレベルはね、こういう優れている作品を全然作れないでしょ。最近の。これを超えるものはないと思います。長江に架けられた大きな橋は3つしかない。その一つの南京大橋は道路と鉄道を併用した二層橋で、全長 6.8km、 9年の歳月を要して1968年に完成した。南京、紀元3世紀から15世紀にかけて8つの王朝がここを都に定めた。1900年代の辛亥革命の中心地であり、革命の伝統を持つ町でもある。現在は人口130万人、江蘇省の省都で政治、経済、文化の中心地である。
地中にある遺跡には人間の野望、理想、繁栄、衰退など諸々の歩みが刻まれている。まるで悪い知らせを受け取って、それでそれが嘘だったらいいな、嘘に決まってる、そう思いたい気持ち、日本人がここまでやってきて中国人と殺し合った、こんなことやっぱり嫌だよ。でもそれは事実で、ここでたくさんの人が死んだ。俺が今持ってる命と、ここで死んだ中国人も日本人も、たくさんの人が持ってた一つ一つの命って、全く同じ重さなんだもんな。いろんなところを自分の足で歩いてみたい。長江の流域にはいろんな町があったり、山があったり、人々の生活があったり。自分の足で歩くことでいろんな体験もできるし、もっともっとこの国に馴染みたい。こういうところにこう入ってるわけ。これが、あの魚、魚が、それをこう手で掴んだわけ、掘り出すわけ。あー、掘るの。おお。掘るのこれ。これ。参ったねー。掴めるかね。ちょっと掴んで見して僕に。いません。見せて。あ、どれ。あ、いないか。いないか。こんなでかいのもあるね。え、カメ。スッポンかな。あ、いやいや、惜しい。ね、捕まえて、おじさん、僕に見せ、わかんないだろうな、日本語で。子犬を拾ってしまった。もうね、打犬。もう絵に描いたような、ものすごい打犬だけど、これが可愛いんだな。
名前はメイクアンシーと付けました。僕の一番好きな中国語、没関係と書いてメイクアンシー、まあ直訳すると関係ない、そういう意味になるんだけど、それじゃあこの言葉は伝わらないかな。例えば大丈夫大丈夫、気にするなよ、心配いりません、いや関係ありませんよ、ご自由にどうぞ。でこういったこと全部メイクアンシーで済んでしまう。いやこの言葉に何度助けられたことか。だから胸を張ってこの子犬に名付けたのであります、メイクアンシ張り切りすぎてちょっとくたびれたのと、それから風邪でものすごい熱が出てしまって、中国では風邪のことは感冒と書いて感冒と言います。僕は感冒引きになってしまった。ハンさんにも随分心配をかけてしまった。江西省東北部の慶徳鎮は1600年の歴史を持つ中国有数の陶磁器生産地で、この国の磁器の4分の1を生産している。
現在12の国営工場と陶磁器研究所がある。輸出量も大きい。人口は23万人で、うち5万人が陶磁器作りに携わっている。目止めはしないんですか？土でこう、レンガの隙間をこう埋めたりして。不要给那个瓦之间的缝填上。いや、这个缝要填上。入れます。土をね、入れます。从上到下都填。上から下まで全部。これはすごい燃え行き。別に太鼓棒を気取ったわけじゃないけど、魚釣りをしようと決心した。自分の思い込みってか、それを長江に直接ぶつけてみたかった。どんな釣りをしようかと考えたけども、これはやっぱり長江にふさわしく立派な釣り竿じゃないといけない。だから竿の長さを30メートルに決めた。これだと長江に顔向けも立つし、間違っても1メートルぐらいの魚は釣れるはずだと、まあそう思って一日頑張ってみた。
れよ、これ。やろう、畜生。あたたたた。あか。釣りをしてよかったなと思ったのは、長江が普通の川に見えてきた。そうだ、ここは普通の川だ。学校の地図の上で教わった陽子港っていう川とそれは同じかもしれないけど、でもそうじゃない、きっと何か絶対に違う普通の川なんだなって、そう思うと急に嬉しくなった。武漢は長江と漢水の合流点にあり、水運の用地としていつの時代にも軍事的な争奪の的になった。19世紀当時の清朝政権の衰えに乗じて、世界の列強は上海とこの町に治外法権の疎開を設けた。イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、最も遅れて日本。現在は人口270万人、鉄鋼、造船、宝石などが盛んな工業都市である。長江に架けられた2つ目の大橋がここにある。幼い頃から俺、親父やおふくろから繰り返し繰り返しこの町の話を聞かされて育ってきた。だからまるで親父とおふくろのふるさとを訪ねるみたいな気分。話を聞いただけでこの町のことを随分勝手に想像して、歌を2曲も作ってしまった。その架空の町にいるんだな。40年前、親父やおふくろはこの町で青春を過ごした。40年経って、今こうして自分が歩いてる。ちょうど今はっきりと、親父やおふくろからバトンを渡されたんだな。こんな形のバトンタッチもあるんだな。前往郑州北京这里的请注意，你们乘坐的三幺。
ファンさんが仕事の都合で急に北京に帰ることになった。これからは一人旅。中国と何に興味持っていますかと、どんなところを憧れていますかと、中国のちょっと聞かせてもらいたいですけど、中国のどこに憧れているか、はい、あのね、どこですかね、まあ、一口で言えないですね。例えば日本は狭い、中国は広い、でもそれだけじゃないと思います。日本は歴史が浅い、中国は歴史が深い。そういう理由だけじゃないと思います。僕のおじいさんが中国で青春時代生活をした。でもそれだけじゃないと思います。でもおそらくそれだけではないけども、そういうものがいろいろ複雑にこう絡み合ってね、それで僕の心の中に、幻の中国というのがきっと出来上がっていて、そしてその幻の中国に憧れ続けてきた自分というのが、おそらく僕は生まれて今29歳ですけど、28年間というもの中国を見たことがなかったわけだから、その間自分が物心ついてから20年以上中国に憧れ続けてきたわけだから、なぜどこに憧れてるかなんて一口で言えないです。今はざっと中国を見て、そんな強い感じを受けるのは何ですか？あまりにもね、自分の抱いてた中国っていうものとそっくりなんでね、非常に自然に呼吸ができます。我々が使ってる漢字、もう漢字というぐらいですから、この字を作ったらこの国ですからね。この字がなかったら我々は一体何を使って書き記してるんだろうか。歴史の原因の一つですね。それで食べ物から字から、それから風習、顔つき、ほとんど違わないでしょ。そうですね、同じですよね。中国に対する愛情と同じ比重でね、日本に対する愛情も一緒に育ってるから、そうですか、ありがとう。それが貴重です。長江南岸近くの岳陽は銀新茶の積み出しで小さな町である。中国第二の淡水湖洞庭湖に臨んでいる。湖のほとりに立つ岳陽楼の楼上から見る風景の美しさをめでた詩文は多い。唐の時代の詩人杜甫は戦乱の長安を逃れてこの地にいたり、岳陽楼に登るの一編を作った。岳陽楼に登る、杜甫。昔聞く洞庭の水、今昇る岳陽楼。
五祖盗難に避け健康日夜浮かぶ新法一時なく老病苦衆あり十馬寒山の北剣によって停止ながる。ベキラというところで流線競争の行事があるという話を聞いて飛んでいった。ふるさとの長崎にもペーロンという流線競争があってそのルーツかどうかを確かめたかった。流線競争の起こりは2000年以上も前のことで春秋戦国時代のその国の宰相だった屈原が国を追われてこのベキラまでやってきてそして昇進の果てに身を投げて死んでしまった。彼を慕っていた人たちはどうにか彼を救おうと大急ぎで船で駆けつけたといいます。それがこの流線競争の起こりだそうで日本には端午の節句男の子の節句として伝わり長崎にもやっぱり端午の節句の海の行事として伝わってます。やっぱり見てれば出たくなるじゃない。で出たんです。きつかった。慶州の町にある地区博物館に展示されている青函公主と呼ばれる遺体はこの付近で1975年に発掘された。紀元前167年に埋葬されたものと認定されている。死後2147年この死体は赤い液体につけられて腐敗することがなかった。赤い液体の成分は研究中だが、なお不可解だという。2000年前の人と向かい合ってる不思議さ。怖かった。だって建物を見るのとわけが違うから。この人が何年生きてたのか知らないけどだって人間だったんだから。なんかすごく申し訳ないことしてるみたいで、なんか見ちゃいけないもん見てるみたいで。俺たちって一体どれくらい人間でいられるのかな。長江中流にある魏庄は昭和12年に始まった日中戦争で日本軍の西部侵攻の最前線だったところである。
体俺たちの国はここまで来て何をしようとしたんだろうか。なんかそれなりの思い込みがあったんだろうか。それで何が残ったんだろう。我们在合作社的塞扛啊，啪一枪打了一个人就倒了，要他战斗他没战斗，所以今后我们就得到经验了，他反正喊你战斗的，就死也战斗，活也战斗，跑不得一跑啪。然后我那个六岁了，老爷爷，我他的爸爸出来的，我就他就说你不哭啊，爸爸死了回来，过年要回来呀、啊，妈妈你不哭啊，我一哭他又哭。因为他们都没什么房子，飞进来的话就看一看，结果的话他飞机走下单了以后才知道，到处是啊。后来也是砸的，那也是在原是正月初九。二松では1974年以来中国最大のダム建設工事が行われている。滑州波水利センターと称されるこのダムは発電出力271万5000キロワットを予定して1986年完成を目指している。二松から遡る202キロメートルの間、長江は険しい峡谷の間を縫うように流れる。下流から清涼峡、富峡、九頭峡と呼ばれる三つの峡谷を総称して三峡という。
那七十人看见还有啥子没有？時に渓谷伝いに透明な青い流れが長江に注ぐ。しかしその青さもたちまち重い赤い流れと化してしまう。不意語教は苦闘教に属する。岩壁の洞穴から紀元前500年から200年のものと思われる古代の9つの棺が発見されている。不意語橋に登ってみました。崖っぷちの道はとっても怖い。水面まで100メートル以上の高さがあるから。で、道幅が狭いところは30センチぐらいしかない。それで歩くと道の路肩がボロボロ崩れるんだもんね。これ怖いよ。ビビりました。でも、よかったなぁ。本当は歩いてよかったなぁと思った。怖いなっていうのと、よかったなぁっていう気持ちが同居したのは何しろ、生まれて初めてだったな。もう水の中に沈んでしまって見えないそうですが、この辺りに三国志で有名な諸葛孔明の水八陣というのがあったそうです。岩を組み合わせただけの陣で、敵の大軍10万人がその陣に迷い込んで一瞬にして滅ぼされてしまったという。
どんな陣なんだろうな、それは。水がなければ見えるのかな。で、それは本当の話なのかな。甘露寺だとか、石壁だとか、関羽のお墓だとか、張飛のお墓だとか、そういったものが本当によく残ってるんだな、この国は。それが信じられないんだな。だって2000年前の話でしょ。なんか日本っていう国が持ってる時間の進む速度と、中国っていう国が持ってる時間の進む速度って、なんかえらい違う感じがする。山頂を抜けたところに白帝城があります。三国志の英雄劉備玄徳の死亡の地だと言われています。木曽に白帝城を発す李白。明日に辞す白帝彩雲の間、千里の荒涼一日にして帰る。両岸の遠征泣いてとどまらず、慶州すでにすぐ番町の山。いや。白帝城のすぐ隣にある宝節の町。実は本当の白帝城というのはこの宝節の町そのものを指すのだそうです。ちょうどこの日、中国の国慶節にあたる日でした。町中お祭り気分でにぎわっていたけれども、まあ、このところちょっと派手すぎるから自粛をしようよという、そういうことで最近はあまり大騒ぎはしないそうです。別です。お祭りだもの、はしゃいではしゃいではしゃいで、息がよくていいや。いや、子供たちはまあお祭りでなくたって息がいいですからね。元気があってはしゃいで。いや、これは何、これは、この赤いのは。君は赤いのないじゃないか。これ布団。これ何、布団。ああ。いいね。
风情文字呀，把头一低，这个心中暗暗想到位，想姑娘在西城之中，只有2500老弱残兵，司马懿吃饭，带兵400000，甚是仓促，竟往西城而来。我若前去交锋对垒，有恐战之不果，趁此一时啊，哪有即将安在也？奉命，等是先下一乡，事到而今，我不免设下空城计一座，让那司马懿老儿到来之时，若是将此计识破，那姑娘为宜；若是死之不破，ポートという町、ここはユートとも呼ばれて、東洋人が死ぬとその魂がみんなここへ来る。それでこの町を治めていたのは閻魔大王だったと言われてます。それじゃ地獄のことじゃないか。ところどころに文化大革命で壊された石像、炎王殿の前に血の池があって、その橋を渡るとき罪人は必ずここで転ぶって言われました。俺転ぶと思ったな。だって転ばないわけないってそう思ったんだけど。橋を無事渡り終えたら33の石段、この上はもう天国。あれ、三途の川がなかったなと思ったら、いいえ立派にありましたよ。どこですかって聞いたら、長江です。ずいぶん雄大な三途の川があったもんだな。よしよしよし、一番頂上にあるのが天師殿。ここはかつて道教の総本山であった時代があります。その時に道教の総帥がこの天師殿に住んでいたそうです。もう幻と言われている道教、文化大革命で消え去ったはずの道教のその道士がまだ生き残っていると聞きました。清神。三国時代以前に生まれた道教は、不老長寿と錬金術、そんなものを求めた民間信仰の一つでありました。
一頃はそれでも中国全土を揺るがして歴史を変えかねないほどの強大な勢力を持ったあの道教が次第に人々の心から離れていって、今やもうほんの一握りの同志たちがこうやってひっそりと火を灯している。彼らがいなくなったら完全に道教は消え去ってしまうのだろうか。ところでここで日本でいう免罪符に似たものを発行していたことが分かりました。免罪符とは罪を免じる札、つまり罪を犯した人でも許してもらえる便利なお守り札ですが、道教ではそれを牢印と呼んでいたそうです。それは木版を刷ったものなんですが、木版そのものは文化大革命の時に壊されてもう残っていませんでした。でもせっかく遠い国からあなたが来たんだからって同志はそう言って、彼の頭の中にある牢印を僕のために筆で書いて再現してくれました。この町の人たちは昔鬼の子孫だと信じられていました。今でもお年寄りの中にはそう信じている人もあるそうです。鬼って何だろう、自分の心の中にある弱いもんだとか邪悪なもの、そういったものを鬼と呼ぶとすれば、人間みんな少なくとも俺も鬼の子孫の一人に違いない。重慶東方向の航路はここで終わる。3000年の歴史を持つこの町は長江上流最大の工業都市であり、物資の集散地であり、十校の大学がある文教都市でもある。人口は200万人、地形上霧の発生が多い。霧の町だ。
重慶は坂が多い。たくさんある。山城とも呼ばれた山稜地帯を切り開いた都会である。日中戦争の頃、時の中国政府はこの点検を利としてここに首都を移した。このため日本軍の凄まじい空爆を受け、それに耐え抜いたこの町には今も防空壕の跡が多く残されている。我们的在一起生活还是很好，因为人多，然后我们的家庭呢都很和睦，反正很都大家呢都没啥子吵架啊打架都没事情，都大家生活是很愉快的。我是觉得在那个家庭呢生活是可以的，所以我现在没有打算呢分家出去。从我们那个时候这个年纪都下井的话，这个是比较苦的。在井下呢，这个是这个赤膊吧，穿不暖。井下这个不得灯呢，就跟现在的矿灯了，啊，是找这个小灯泡，然后背个小电瓶。这个井下比较矮，连衣服也没穿的，都是这样打着光条了这样子下井。从他们现在年轻人来看呢，从我们现在来看，这个生活比较好了，是吧？这个下井穿脚鞋，穿衣服，带起安全帽。啊，不是矿灯，现在这个比我们现在是好得多。我说，魏延呢，他们呢，那个读书的呀，都把书读高一点。我啊，根本都没读过书的，我个子都认不得。那个，只要说是，像现在。国家上像华主席啊，那些领导起啊，我们呐、啊、那个国家上那个嘛，都把现在的文化那些提高一点了。
那希望嘛，都是希望那些，过日子，那个人老都老了嘛，没法了。どこなんですか？そのこれ文字ですよ。奥？書いてんだ。そう。そう。ここにもあるんですか？ここ。え？ここ？ああ、これ取れちゃってんのか。え、那个是原来的地头，没有那好几东西东西。他们阿姨坏了房子，坏了他就把它压了。取れてんだな。我看他那个土堆。ここは。右で看那个土。ここもそうですか。ないな。おじさんもうちょっと奥行きましょう。ちょっと見させてください。あ、老皮頭的油沟。え。なんかでもありそうなもんだな。何にも残ってないわけないよな。他那里就是个楼楼，那里是个烧楼，那里是道草门那里。ここは何があったんだ。え、他那里一道草门那里。啊。他连桥就是那个通通西路下下去的是。もうない。どうにもないじゃないか。え、屋里就是多管，都是管理人里头。他那个墙就是跟那个一块四四方方的一个的。啊，不对的。真正的是个洗澡屋里头。ここもそうですか？哎，洗澡屋里头，那是个洗澡堂屋。哦。这屋里啊，都是啊，墙壁还在之前他们来看的，上头有。这里是那半边都是那些。義庄っていう町で中国の老人たちの話を聞いた時、なんかすごく腹が立った。もちろん日本軍に対して随分ひどいことするなと思って。ああ、あれはいつ？あるある。あれあれ、ああでもこの文字を見たら、なんだかそんな自分っていうのがやっぱり偽善に見えたっていうか、苦しめたり苦しめられたり、今では平和な農村の豚小屋の一つになっているここに、確かに40年前に書かれた文字にここで苦しんだ日本人の心が刻まれているから、戦争の末端の部分での実態っていうか、一番苦しんだのは誰かって、そういうものをはっきりと見せられたみたいで、
長江流域を離れ四川盆地を北西に進むと大足に達する。ずいぶん歩いてきた。でもこの先青海省やチベット高原になると一人旅は危険だし無理だからって止められた。でも俺長江の最初の一滴を見るために出てきたんだからやっぱり行きたいよな。中国の仏像彫刻の石窟にある磨崖仏の規模は仏教誕生の地インドをしのぐとも言われる。この地の北山宝鳥山などの仏像の数は5万余体。制作された年代は仏教信仰の伝承を明かしするように一定していない。最初の一滴は見たいよな。
中国の人たちが行かせてくれないのは危険だからって配慮だってそれは分かってるけど、もう一回頼んでみようかな。無理だろうな。でも頼んでみようかな。長江を遡ってくるとこの義賓という町で二つの大きな川に分かれる。一本は金沙江、そしてもう一本は民湖。長江の本流といわれるのは金沙江、そしてその金沙江の上流に雲南省、青海省を経てチベット高原に最初の一滴がある。自分のわがままだって分かってても、なんとかして最初の一滴に一歩でもいいから近づきたい。金沙江を遡ることができないっていうことになると、本流じゃない民湖を登るしかないっていうことで、そりゃつらいよな。一生懸命ここまで来たんだからな。なんかバカバカしくなってきてな。俺じゃあ何しにここまで来たのか。やっぱり最初の一滴が見たくて来たんだもの。そうやってずっと歩いてきたんだもん。ダメだって。だからどうして分かんないんだよ。じゃあ逆に民庫を逆に行くと、高原のそう食の参道へ行ける。え、何食の参道へ行けるかどうか分かんない。もっと大きい声出せよ、大きい声。ちゃんと北京と交渉してんのか。頼むよ。いけないのは分かったって。だからだったら食の賛同の方が OK 出るかどうか聞いてんだよ。そうだよ、だからダメだって。いけないの、ダメなの。あのね、入れないんだよ。
政界省に。そうだよ、いけないんだよ、そんなものを。だからちゃんと交渉してくれよ、頼むから、頼むよ、もうね、ずっと、それはわかるけど、だからそれはわかるけれども、ずっとこうしてるわけにいかないんだよな。だからもう、だからもうちょっとね、早く、だからどうにかしてくれよ、頼むから。もうだから行けるか行けないのか分かんなくても、もうこの先行けないんだったら、そう、行けないんだったら民工を登ります。登る、民工行きます。
あのね、伊賀、あ、リャンガ、でね、伊賀とぷよ、ぷよと、あ、伊賀よ、伊賀よ、伊賀よ、伊賀ぷよ、甘そうだもん、ね。啊，快不要！五分，五分，五分，只得一角でいいのかな？一角でいいよ。谢谢你。Oh!
成都から民港を120キロメートルほど南西に進むと楽山がある。楽山には高さ71メートルの世界一の巨物、弥勒大仏がある。千年余り前、仏像開通が荒れる水神を抑え沈めるために発起して作られた。大仏様の足元で子供たちと一緒に歌を歌ったりしてると、なんかすごく気持ちが良くて素直になれたような気がして、で嬉しかった。ちょっとこれ押してくれませんか。これをね、ここをね、押せばいいんです。ダメ、ダメ、すいません、ちょっとすいません、ちょっとお願いします。あ、你这个これをね、こうガイル好意思、そうそうそう、取りした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 、拉上你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 拉上
俺の旅は終わった。いろいろ悩んだりしたけど、くよくよしたってしょうがねえよな。ここまで来たんだから、よくやったよ。よくやったさ。ガビ山に登ったらチベット高原が見えるだろうな。長江の最初の一滴のあるあたりがきっと見えるだろうな。ここまで来たんだから、せめて行けるとこまで行ってみよう。楽山を西へ、伊賀たる山道を行くと、四川省我孫県に達する。そこに仏教建築の様式を極めた古刹報国寺がある。ここから仰ぐ高い峰の連なりは、大雪山系の東端に位置する修行僧の霊場、我孫山である。その標高3099メートル。寒乱、寒い乱と書く。10月から12月の間に花を咲かせる。花は可憐で、極寒に耐える強靭さがある。自然、人々は自然をあるがままに受け入れ、敬い恐れてきた。自然は無限であり、生きるありようを示している。
とうとう本当に来てしまったな。来てよかったな。俺ここまで来れたんだな。あの白い山の向こうに将校の最初の一滴があるんだ。将校の最初の一滴を見るまでは俺やっぱり死ねない。